どうも皆さん、ウルフです。早速ですが、少し前に発表されたヘリの正式実装告知に続き、新たな情報や既存の情報をこの動画でまとめて紹介していこうと思います。これらの新情報は、ドイツのケルンで行われている、欧州最大のゲームイベント、ゲームズコム2018で初公開されました。それと合わせて、21日に公式サイトに、ウォーサンダーのヘリコプターに関する情報が公開され、そのページの中に私たちが詳しく知りたいことが大体載ってるので一度目を通してみてください。公式サイトの情報は量が多かったから、この動画ではゲームズコムの情報だけ紹介していく。ゲームズコム初日のウォーサンダー公式生放送では、ヘリコプターをスタッフが実際に操作していました。表示が緑色になっているのがリアルですね。表示されている内容は、スロットル出力の数値や、速度、残弾数、基本は変わってないです。右側に高度表示だったり、中央に機体の姿勢、機種方向が確認できるような表示が追加されてるな。攻撃するときはこの表示を参考にしながら発射する感じだね。一人称視点では、操縦士と射撃手、どちらの視点も使えるようだ。ここは結構嬉しいポイントですね。さらに誘導ミサイル用に便利な照準機能が追加されてて、この画面で特定のキーを押すことで、敵を画面中央にロックしたまま誘導できるみたい。ヘリのミサイルは戦車のミサイルと同じ半自動方式だけど、この機能があるだけで格段に違うだろうな。対戦車ミサイルの貫通力は、アメリカとソ連、どちらも600ミリ近くある。戦車の薄い上面装甲に、うまく当てれば容易に撃破することも可能だろうな。ゲーム内で半自動誘導ミサイルが扱えるのは、MIL-24、MIL-4、UH-1C でした。あれ、コブラは？配信見てみたところ、コブラはハイドラロケットだけでしたね。このハイドラロケットはかなり強力で、一発で300ミリ近く貫通力があります。これが何十発も連射できるんだな。ウォーサンダーに実装される予定の F 型コブラは、トウミサイルを実際に装備したことがあるから、本実装までには使えるようになるんじゃないかな。というか、ハインドの搭載できる兵器の種類が豊富すぎる。他が2種類や3種類程度なのに比べて、ハインドは、対戦車ミサイル、ロケット弾、ガンポット、爆弾なんでもござれだ。しかも、ストアで販売されてるプレオーダーパックに、20ミリ砲の攻撃に耐えることができる装甲があると、書かれている。しかもハインド D 型以降の機体は、ローター部分もチタン製でできてて 12.7 ミリの直撃にも耐えるみたい。ハインドの性能が優秀すぎて、ヒューイが霞んじゃうんだよね。同じ値段でこの差だからな。ヒューイは、ミサイルを外して30ミリ機関砲を装備することも可能で、ヘリ同士の戦いならある程度有利な感じかな。お金に余裕がある人はプレオーダーパック、おすすめです。1.81 で追加される新戦車のテストプレイも公開されてました。A80B だな。他にもアルゼンチンのタム戦車や、M247、サージェントヨーク自走式対空砲、ワールドオブタンクスでおなじみのバケニョールシャケ425トン戦車が、公開されました。目玉車両である T80B の走行は T64B とほとんど同じでしたね。細かなところはもっと違うんだろうけど、配信では違いが見当たらなかったね。違いといえば、最高速度と後退速度が若干強化されてるぐらいかな。劇的に性能が変化してるってわけじゃないね。はい、というわけで、1.81 の情報についてはこんな感じでした。ゲームズコムの公式による生放送は22日に終了したので、あとはデブサバでテストが行われるんじゃないかな。ヘリコプターの登場や、新戦車の実装でますます盛り上がっていくウォーサンダー。いろいろバグやバランス崩壊はあるだろうけど、遊べる兵器がどんどん充実していくのは嬉しいことですね。コメント欄にて、皆様のご意見、ご感想をいただければ幸いです。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。